小野田健次は、日本の政治家、教員。愛知県三好市長。愛知県三好村に生まれる。父親は、三好町長を2期務めた、小野田金賞。1974年3月、愛知教育大学教育学部卒業。同年4月、豊田市立の小中学校の教員となる。豊田市教育委員会にも勤務。2012年10月、 三好市教育委員会教育長に就任。2013年8月後半から市議会最大会派の新世紀の会と同第二勢力三好未来の会は市政志向後最初の市長選に向け候補者選びに奔走していたが10月までにおのがに一本化された。11月10日、告示17日投票の三好市長選挙に無投票で初当選した。 12月8日、市長就任。2017年11月、無投票で再選。2018年1月16日、三吉市議の報酬をめぐって、住民ら第三者の委員8人による、市特別職報酬答申議会が、月額4000円の引上げが、適当とする答申を提出。2度も、無投票で当選を果たしたものの、支持基盤のない小野田は議会に気を使わざるを得なかった。 小野田は3月2日開会の3月定例会に引上げ額をさらにその約6倍2万5千円に増やす条例案を提出した。3月22日、同条例案は恩恵を受けるはずの議員に否決され、報酬額は現状のまま議会は閉会した。ありがとうございます。